ジャック・グラス・コックは、アメリカ合衆国ウェストバージニア州、ホイリング出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。ニックネームは、ペベリー・ジャック。子供の頃、父親の後を継いで大工になるため小学校を4年で、中退し通信教育を受けていたが、15歳の時には、すでに、オハイオ州のバックアイベースボールクラブの選手となっていた。翌年オハイオ州のスタンダードクラブに昇格し、 369の打率を残す。翌年チームはプロ化し、当時グラスコックは月給40ドルでプレーをしていたそうである。その後より高級を求めてクリーブランドのクラブに移り、1879年にこのチームがナショナルリーグに加盟したことで、グラスコックはメジャーリーグの選手となった。10代だったグラスコックの背はこの頃まだ伸び続けていたそうである。 同年は主に二類種をしていたが、打率、209と打つ方がダメで、翌年には遊撃種にコンバートされた。1882年には、当時の二類種で、兼任監督だったフレッド・ダンラップ、一類種、ビル・フィリップスと共に、リーグ最多の併殺数を記録する一方、打率も、291を記録し、クリーブランドの中軸を打つまでになっていた。 1884年にユニオンアソシエーションが活動した年はシーズン途中にクリーブランドを離れ新シシナティアウトローレッツに参加し38試合の出場ながら打率419と大暴れする。グラスコックはその後も高い守備率やリーグ最多の閉鎖数を誇る一方で打率3割前後を毎年残す打者になっていた。 インディアナポリスの監督を兼任していた1889年にはリーグ最多の205アンダーと打率352、7本の本塁打とキャリア最高の数字を残した1890年に選手組合がプレイヤーズリーグを創設し多くの選手が移籍した際以前のユニオンアソシエーション参加の際のゴタゴタに懲りていたグラスコックはナショナルリーグに止まったが 逆にそのことで選手組合に参加していた他の多くの選手から非難されることになった。この年グラスコックは打率336を記録、ナショナルリーグの首位打者となる。1891年に手を負傷してからは徐々に出場機会が減り、1895年にメジャーリーグから引退した。その後生まれ故郷のアイアンオイルリーグでエドバローが率いるチームに参加。 4割の打率を残してチームをリーグ優勝に導くなど1901年頃までマイナーリーグでプレーを続けていた。野球選手引退後は大工となり1947年に90歳で亡くなった。グラスコックは内野守備の際にグラウンドの小石をしょっちゅう拾っては外に放り投げるという習慣があったそうでペベリーというニックネームはこれを見た。 新シシティの新聞記者がつけたあだ名である。順位は年度最終順位。ありがとうございます。